こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。青田さんの付き人の森さんですか。あ、はい、そうです。あ、すいません、今日はちょっとある方から、はい、ちょっと今日お呼び出し食らって、あ、どうしてもその森さんちょっと連れてきてほしいっていうことで、あ、はい、今日ちょっとあの道着持ってきていただいて、持ってきました。あ、はい、ありがとうございます。あのちょっと中で、はい、その方がなんかちょっとお話があるみたいで、はいはい、ちょっと早速入ってもらいたいんですけど大丈夫ですか。わかりました、はい、大丈夫です。多分あの方だと思うんですけど。じゃあ森です。はい、はじめまして。はじめまして。あなたが森さんですか。はい、そうです。僕宗教法人阿部詩の会の代表なんですけど。そう、あるんですか。はい、阿部詩さんの付き人をやられてると聞きました。あ、はい、やっぱそうです。それが森さん。はい、付き人の定義って何ですか。はい、定義はまあないんですけど、まあ、阿部詩のまあ毎日の練習やトレーニング。毎日の練習やトレーニング。朝から。朝の日もあれば夕方。阿部詩さんに何て呼ばれてるんですか。自分下の名前カズキなんで、はい、カズキくんって呼ばれてます。カズキくん。はい、はい、森さんは阿部詩さんのことを何て呼んでるんですか。自分は、はい、年下のその詩って言います。歌。はい、すいません。森さんには正直感謝してます。はい、東京オリンピックまでありがとうございました。はい、東京オリンピックまでの付き人っていう約束をされてたんですよね、歌さんと。まあ、とりあえず、はい、東京オリンピック、はい、じゃあ本当ありがとうございました。それは多分ただ3が決めることは。はい、何だったんですか。次は僕が金メダル取らします。はい、僕が阿部詩さんの付き人です。阿部詩さん、ひげ結構嫌いですよ。はい、ひげ嫌いですって。次は僕が金メダル取らします。阿部詩さん、無理だと思います。はじめ！しゅえ！待て。始め。しゃ。パン。いや、なんかその言い過ぎた。
いや、認めてて、ほんと、はい、あの、なんていうんかな、最初からね、あの、好きというか、うん、正直森さんも俺のこと誤解してたやん。あ、はい。で、俺も正直森さんのこと誤解してた。やっぱなんか、合うわ。うん。なんていうんかな、なんか、歌さんのために頑張ろうと思ってるやん、お互い。それがめちゃくちゃ合うわ。森さんは？森さん？うん。何が？いやいや、森さん連れて行ってんの。え？森さん森さん、はい、初めてです。むちゃくちゃ緊張します。何？森さんは？森さん？うん。関係ないから、森さん実際。ちょっと心配だもん。あれ？森さん森さんお疲れ様です。